はい、皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ゼルダの伝説ムジャラの仮面続きをやっていきましょう。はい、クロックタウン最初の朝、変わってないねこの辺は。ヤグラが立体っていうか、すごいリアルに表現されてる。あー、びっくりした。あの時のお目屋だったんだ。いや、こっちの話よ。しかし3日だなんて一睡もしなくても72時間しかないじゃない。勝手なこと言うわね。さあ、ボサッとしないで大王星様に会いに行くわよ。だってあんたスタルキッドに会いたいんでしょ。大王星様はスタルキッドの行動ぐらい全てを見通しなんだから。ここだけの話、あいつ大王星様には頭が上がらないの。確か町のどこかにある大王星様がいらっしゃる祠があるはずよ。どこかって？どこかよ。私に細かく聞かないでよ。町なんてめったに来ないんだから。町の中にいる子供でも捕まえてそこ。ああ、そうだよね。なんか、あ、久しぶりだ。おお、あれ、なんか広いな。広くない？クロックタウン。なんかすごい広い。時計がさ、なんか、あれですよね。なんかメーターになってるんだな。え、こんな広かったっけ？クロックタウン。うわ、懐かしい。ちょっといろいろ探索しよっか。ちょっといろいろ街を。はいはい。待って、後で行くって。後で行く、後で行く。なんか広くなってますね、街が。バイト君、上ばっかり見てんじゃないぞ。バイト君。あれ、月が。そうだね。ああ。すごい広くなってるよ。あの人はあれだろ、なんかカーペの人だろ。うるえ、腰抜き野郎の集まりが目障りでも張り上がって。カーニバルか。あ、違う、カーニバルじゃねえ。あれ、まあいいや。もうね、このムジラの雰囲気がすごい好きなんですよね。頭をふわふわする遊びの人だ。個人的にね、ムジラの仮面すごく好きな作品で、あの、なんだっけ、時のオカリナよりぶっちゃけ好きですね。時のオカリナもまあ好きですけど、時のオカリナよりもムジラの方が好きです。どっちもやりましたけどね。あら、かわいい耳たぶ、カミカミしたくなっちゃう。読みたくねえな、このセリフ。おおこの人たち、時のオカリナでは確か城下町とかかりこ村にいたな。うん、ここ確か1ルピー。うん、ボンバーズだ。あ、知ってるよ。どうしよう。あ、いろいろ遊びたいけどな。まあ、とりあえずちょっと神殿を先にクリアするのを優先しましょうか。クロックタウンいっぱい遊ぶとこあるけどな。まず、まあ、神殿をクリアするのを優先的にしていこう。うん、ちょっといろいろ探索したい。西は変わってないな、これ。東だっけ、これ。西だっけ。東だな。東変わってないな。これ町長の家だろ。あっていこう。あ、なんか、町の隣に行くのにさ、今の黒い影だったんだけど、64の時は。ちゃんと見えてるな。来た。ほら、ここですね。なんか、真っ暗だったんですよ、64の時は。その、通路の向こう側は。ポストマンだ。いやあ、変わってない。風船のデザインも変わってるな。で、ここ確かキータンが出るんだよな。懐かしい待て、ああ、ハートのかけらがあるやろ、ここ。うん、ジムさんだ。あ、もうすぐ割れるようになるんだよ。このやつ構ってないで早く大王星様のとこに行くわよ。そうよ、上に行こう。シンクル、おのおの、
シンクルはムジラがね初登場ですからね。あ、どうしよう、買っとくか。イエーイ。うん、クロックタウンマップ。お、今ね下画面にマップが出ましたね。はい、ウッドウォールの地図も持っとくか。ああ真似するなよ。ウッドウォール、よし。今お金が11ルピーしかないですね。パーン。はいはい、よし。じゃあ大王星様のとこに行きましょうか。さあ来た。あ違う、大王、あれだ、はぐれ妖精だ。あ、大王星様が洗濯場だろ確か昼間は。若者よ、私の願いを聞いてください。仮面をつけたスサルキッドにバラバラにされてしまいました。町ではぐれている妖精を一人捕まえてこの妖精の泉に連れてきてください。神殿のはぐれ妖精は全部集めようと思います。ちょっとあれ取り逃すちょっとめんどくさいんで、そこだけやります。はい、ちょっと魔法力とかさ、体力とかさ2分の1になったりとかするけどさ、そこは許してください。で、町から出ようとすると止められると。うん、これ南だな。あれ、銀行がこんなとこに。あ、え、何これ、袋の位置ここじゃなかったぞ。あれ、あ、これがあれか、なんかセーブ機能のやつか。袋でできるのか。しかもここって確か録音の時ってここ木の通路でしたよね。通路っていうか、ここ床が木だったよな、石じゃなかったよな。え、ポストってここだったっけ、ここじゃなかったっけ、録音の時。なんだこれ。しかも銀行って確かクロックタウン西だったはずなんだよ。後で行きます。200ルピー貯める確か大きな財布が、大人の財布だったっけ。大きな大人の財布と巨人の財布。はいはい、うん、洗濯場にいるんだよ。ちょっと待って、ここでしたよね昔、このフクロウの像の位置変わってるな。なんかちょく変わってるな。これ確かね、実はバック転で確か行けたんだよ、64の時は。まあ行けないけど、デクナッツも実は届くんですよ今のところ。じゃあ西行くか。いやー、いろいろ変わってますね、面白いね。確かポストハットのところと剣道場か、懐かしいな。ボンバーズ、ここなんだっけ、宝くじ屋だっけ。宝くじ屋か。街を探索するだけでも楽しい。入ってみるか。入らないか。道場のおっちゃんに挨拶しに行こう。ああ、ここのね、これをゴロンでめっちゃパンチしてました昔。おお、懐かしいな。ちょっといろいろ探索は後でやろう。やっぱね、64番知ってるとなんか面白いですね。銀行は昔ここにあったのに なくなってる。なんでかいな、なんで。まあいいや、じゃあ洗濯場行きますか。とりあえずストーリー重視でいこうか。ミニゲームは全部神殿クリアしてからにしよう。洗濯場いたな。カフェいるかな。今出てきた子供はすごい重要人物ですからね。来た。さあ戻りましょう。
じゃあ大妖精さんのところに行きますか。あれ、デクバナの位置がここになってる。前ここでしたよね。ちょっとちょっと困るっぴ。おお、アキンドナッツだ。ここはわしの土地だっぴ。留守の間に勝手に使わないでほしいっぴ。もうすぐ俺の土地になるんだよ。へえ、なんかクロックタウン南がすごい広い。よし、あー、ちょ、ごめんごめんごめん。はい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 、さよなら。もう夜か、早いな。でもなんか個人的に64のさ、下の時計の方がすごく見やすい気がする。それは始めたばっかだからか。慣れたら、まあ、ちゃんと見えるようになるのか。うわあ、えぐ。バラバラになった体を元に戻してくれてありがとう。私は魔法の大妖精。私と知ったことがあの子だと思って油断をしてしまいました。今の私にはこれくらいしかできませんが、俺にあなたに魔力を授けましょう。さあ受け取りなさい。魔力が来ましたね。緑のメーターをゲットしました。変わってないな。これでですね、ちょっと飛び道具がゲットですね。町の外にある天文台に住んでいる人がスタルキッドにいるところを知ってるはずです。ただし気をつけなさい。今のあの子の力を甘く見てはいけませんよ。そうですよ、ムジラの仮面をかぶってるからね。確かこれ回転斬りを授けてくれるんだっけ、人間の姿になったら。よし、おお、じゃあどうしよう。もうじゃあサクサク進めるか。ここでですね、魔法をゲットしたらこの風船を割るんですよ。あ、なんか丸印、狙いやすくなってるな。そうやね、64の頃すごくね、なんか狙いづらかったよな。今あったのお前か、デクナッツのくせになかなかやるな。お前なら町の外にあるの展望台にあるボンバーズのアジトに行ける秘密の暗号を特別に教えてやってもいいぜ。だけどただじゃ教えられないな。それなりのテストを受けてもらうからな。覚悟はいいかい。懐かしい。夜明けまでいいぜ。デクのみ使うと眩しいから持ってても使うなよ。え、そんなこと言ったっけ。使ってみよう。変わってないな、ボンバーズ。ボンバーズ確かみんな親がいないんだよな。確かジムがね、あそこにいるんだよ。どうしよう。あれ？あ？え？ちょっと待って。これあれか。あ、これでいいのか。サコン、そう、サコンイベントどうしようかな。どう、でも爆裂の目まだつあれか。おお、簡単になってる。でいくの、うん、捕まえなさいよ。デクの実効くようになってるのか。なんかだいぶなんか簡単になりましたね。で、あの子は違うんですよ。あの、この子はね、一番下っ端なんですよ。ジムちゃん、ジムちゃんはさっき捕まえたぜ。もう一個コッコ持ってるの確か。コッコ、あれ、コッコじゃなかった、コッコ持って逃げるんじゃなかったっけ。
あれあれあれ、鍋亀亭だっけ。よいしょ。あ、いたいた。あれでも昼はあれか、昼はコックを持って逃げるんだったっけ。へえ、便利。これでやるか。もうねえ、どうせ、まあ、せっかくね 3DS になってこう楽になったんだから楽しようぜ。64の時はね、ちゃんと追いかけてね、うさぎ付けあれば余裕なんだけど。ここにはいなかったよ確かな。いなかったっけ。まあ、このボンバーズのイベントは風のタクトのあのキラービーのイベントに受け継がれてますからね。これ確かいるよな、確か。どこだっけ。うわー、懐かしい。カマロのアツシよ、ほらよ、余裕。あと2人か。あれどこにいたっけな。どこだっけ。でも大体探したよな。どこだったっけ。洗濯場にはいなかったよな確か。いたっけな。なんかね、結構昔に、あ、え、こんなやついたっけ。あいだ、こんな木箱を持って隠れてなかったよな、ロケの時は。じゃああと洗濯場にいんのか。あ、ちょっとちょくちょく変わってるな。あ、ぐるぐるさんだ。あとでしよう、あとで。あとで、あって、あとで。どうしようかな。あともう一人どこだ。一旦じゃあボンバーズ全部このミニゲームクリアしたら一旦カットするか。あれ。あ、あともう一人確か北だったかな。ここら辺に昔いなかったっけ。ああ、なんかあれどこ行った。建物の中とかいねえよな。ちょ、要件もう一つ近づくやん。ちょっと待って、やばくね。あ、やばいやばいやばい、ちょっと待って。あれ、やばいやばい、期限迫ってきちゃって。やばいやばいやばい、朝になる朝になる。あ、どこって一人。あ、やべえ。あ、この演出懐かしいな。おーい、待ってくれ。どこ、あと一人。あ、よし、やってる、やってやるよ。夜明けまでっていうことは、あれか、始めた時期が悪かったのか。日没までじゃない、ないのか。ちょっとマジでガチで見つけてやるよ、今度。
そんなことないか。まあ余裕だぜ。今度こそ余裕だぜ。おいや、あと4人。確かにオリジナル版って昔あそこに行ったような気がするんだよな。まあいっか。このね、2日目、このね、なんだ、1日目、2日目、3日目でね、音楽変わるんですよ、曲なんて。で、2日目、愛が来るんだよな。3日ともね、すごくね、いい曲でね。懐かしいな。そう、このおじさんたちもいつも変わってるんだよな。はい。はいはい、捕まるよ。てれてれー。てか、1秒で1分経ってるからな。こんなとこにいたのか。しかし惜しいな。お前が人間だったらボンバーズオリジナル団員手帳を渡して仲間に入れてやるところなんだけど、お前らどう思う？ダメダメ。そうだよな、一度人間じゃないやつを入れてこいつらひどい目に遭ってるから。この人間じゃないやつっていうのはスタルギットのことですね。あのオープニングに出てたムジラの仮面をかぶったやつですね。勘弁な。だけど約束通り暗号だけは教えてやる。一回しか教えないからよく見とけよ。いいか。手帳もらったらすぐ分かるよね、これね。43215。43215。はい。よし、行こう。ちょ、すいませんね、ちょっと。じゃあ、行こうか。43215。あそこですね。とりあえず、さっさとね、人間の姿に戻りたい。43215。当たりでしゅう。懐かしいね。じゃあどうしよう、今回はここら辺で終わりにするか。じゃあ次回ここから行きたいと思います。はい、どうしようかな。天文台の手前まで行って終わりにするか。うわ、なんか明るいな。明るい明るい。あ、そうそう、昔ここにも魚いたんだよな。懐かしいな。で、あそこにはスタルチュラがいると。懐かしい。なんかリンクの声がちょっと低い気がする。なんで天文台の人がスタルキッドのことを知っているのかしら。ほらほら、ぼーっとしないで、残り2日もないのよ。こういう風になるのか。これ、ね、ムジラの敵の音楽めっちゃ好きなんですよ。あのね、時のオカリナより好きです。風のタクトよりも好き。結構敵の音楽いろいろシリーズありますけど、ムジラが一番好きかもしれない。トゥルルトゥルルトゥルル。戦えませんけどね。これは風船を割って、あ、なんかパチンコの音がする。引いたら、よし。こんな落書きあったっけな。ここに水溜まってたのは64のところもあってましたね。じゃあどうしよう、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。